皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら。ビハインドザフレームとっておきの景色を、簡単に紹介していきます。このゲームは、Android や iOS などスマホでもできるゲームで、Steam、Epic ゲームでも購入することができます。複雑な操作がいらないストーリー重視なゲーム。クリックやタップだけで謎を解いていく感じ。値段はパソコン版で1010円、Steam、Epic で同じ値段でした。スマホ版の方がお安く、Android、iOS どちらとも610円でした。私は Steam で購入しプレイしましたが、このゲームを始めるにあたってヘッドホンでのプレイを推奨していました。なので、音響環境が整っている方でプレイすることをお勧めいたします。Steam ではサウンドトラックも販売されています。BGM とってもいいですからおすすめですよ。ボリュームとしては、初見で挑んでも2時間かからないぐらいでクリアできると思います。謎解きの難易度も程よくといった感じ。頭を抱えるほどの難易度ではないのでスイスイ進めると思います。1010円もしくは、610円払って2時間ないぐらいのボリュームってどうなの感じですが、Steam のレビューを見てみましょう。圧倒的に好評。皆さんが、お値段以上の満足を得ているということでしょう。私もその一人、とっても物語が良かった。個人的におすすめとしては2週クリアされると、物語を十分に楽しめると思います。この値段でジブリのような、素敵な物語を楽しめるので即買い一択。物語が良いゲームを紹介するのってとても難しく、ネタバレにならないようにしたいんだけど、魅力を伝えるためには少し物語を伝える必要がある。なので、簡単にこのゲームのあらすじと世界観をお伝えして終わりたいと思います。主人公は女性の画家さんで、この人の目線で物語を進めていきます。クリックだけの操作で、目玉焼きを焼き、トーストを焼いてます。女性画家さんはここで、ニューヨーク公募のための作品を作っているところ。将来はニューヨークで画家展を目指している。女性画家さんのお隣にはおじいちゃん画家さんが住んでいて、いくら挨拶しても無視されるそう。はい、これ伏線になっていて、あーだからかと後々わかってきます。私は動画撮影のために2周目プレイしたのですが、その時にああなるほどと思いました。このゲームの考察も多く、全てを語らないそんなゲームとなっています。もちろんこのおじいちゃん画家との関係も大いに物語に関わってきます。女性画家さんの目線で物語は進んでいくのだけれど、最終的にはおじいちゃん画家さんの物語的な、おじいちゃん画家さんの物語なんだけど、女性画家さんの物語的な、そんな感じです。どんな感じかわからないと思いますが、気になった方はぜひ遊んでみてくだされ。この言ってることのニュアンスがわかると思います。2時間ないぐらいのボリュームなので、プレイ動画見るだけでも物語を楽しめるかもしれません。私の動画の趣旨として、皆さんに実際に遊んで楽しんでもらいたいと思い動画を作っております。どのようにしてゲームの魅力を伝えられるかが問題なんですが、これが結構難しい。皆さんにこのゲーム面白そうと思われるように動画を作っていきたいですね。謎解きは結構簡単で、右下のブックに必要な情報がスケッチされます。この場合スケッチに書かれた絵と同じようにしてあげれば仕掛けが解除されます。組み合わせるとひまわりの絵になります。で、部屋の中を見渡すと同じようなものが。これも右下のブックを参考に仕掛けを解いてあげましょう。これで OK。こんなのを繰り返していって物語を進めていきます。このアトリエから出ることはなく、部屋の中で謎を解いていきます。部屋を大きく見渡して見つけてくださいね。少し先に進んで謎を解いたらこんな絵が出てきました。これも部屋の中にあって謎を解くものなんですが、1周目で気づかなかったことがここで気づいたのです。
それは、とある男女の出会いの回想シーンなんですが、ある猫がきっかけで二人は出会います。この出会いの場所が先ほど謎を解いた絵だったんですね。白いところはポスターが貼っている場所で、その隙間にこの猫ちゃん。謎1つ1つに物語に関係する伏線だったり、思い出みたいのがあって、その全てが線で結ばれた時、私はちょっぴりうるっときましたね。この物語の続きはぜひご自身の目で確かめてください。ということでちょっぴりうるっときて、優しい心になれるそんなゲームの紹介でした。普段アクションゲームやシューティングゲームすることが多いのですが、お酒を飲みながらまったりゲームするのもいいものですね。ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。